ネギスネギス。迷うけどこれ。牛タンは厚切りより薄切りの方が好きです。イエーイ、来ました、ネギシセット。牛タン食べます。いただきます。渡るテールス、うーん、この今日一日の疲れを全て癒してくれる、ネギシデートした。ひたすらいろんな店舗をネギシに行く。メニュー一緒じゃない？いやでも一応デートだから移動するっていうね。どっちどっちをちょっと堪能することができる。でも飲食禁止、ネギシいいから。厳しい、牛タンでございます。カフェの天気とかより全然良かった。選ばれたのはネギシでした。選ばれしネギシ。おやつの時間にネギシなんて大人だね。大人でもこれが大人の楽しみ方です。おいしい。だってカフェ行ったらさ、コーヒーとケーキでこのぐらいの値段だよね。うんうん。って言っておやつの時間にネギシに行くことを正当化させようとしてる。やばい、とろろだけでご飯が。めっちゃ美味しい。うん。パン1枚だけ食べてきて、お腹空いてるよ、ね、だったわ、そういえば。だからこんなお腹減ってる。だから痩せたんだ。でも痩せた時は何も食べてなかったの。マジで水も飲まない日が3日ぐらいあったもん。食べる量は格段に減ったね。で食べようと思えば食べれるけど、うんうん、食べなくてもいいから食べないって感じ。人といるときに食べるとか、一食をちょっと 1.5 人前食べるとか、で次のご飯の時間何も食べない。健康ですよ。健康ですよ。彼氏作んないの。ねえ。コロナでさ、外食とかもさ、あんまできなくなったからさ、がっつり何か食べるとか絶対。そうだね。な、彼氏がいないとご飯をまともに食べれないなんて、なんて情けない女だ。でも、の時ここまでじゃなかったわけよ。会いたくないもん、うん、もう会いたくないもん、人に。だって会っても楽しめないんだもん。ずっと考えちゃうから。それを一時と捉えるのか、はたまた思いと捉えるのか、難しいですね。あ、でも懐かしいわ。ダンスの練習終わりに終電間際で
なんかちょっと酔って帰りながら、うん、泣きながら電話かけちゃったことがあったわ。なんか聞いたかも。やっぱり会いたいみたいな。泣きっぱり。でもいやもう本当に無理だからみたいな。そんぐらい言ってくれた方がいい。優しい。会えないなら会えない。一回だけ会えるなら会えると。うん、べき。ね、なんか。ずるい。で、3ヶ月後ぐらいに、会ってくれたから。あ、そうなんだ。しかもさ、占い師に一回会いなさい。何かが変わるからって言われて、連絡したのよ。占い師やばかったよね。あの時めっちゃ占いやってたもん。でそうだよ、そうだ、占いにハマったんだ。あの時期彼氏と仕事の夏休みを一緒に沖縄に行く予定だったの、うん、なんだけどその沖縄旅行もキャンセルして、ねで夏休みも取ってたのに遊ぶ場所ないから、やっぱりここ夏休みいらないですって言って9月にずらして、うん、実家帰ってだったわ。でも今はその占い見てるけど、その時ほどではない。占いはね、でも今はお金もセーブしてるから。そうかそうか、うん、どうなる、うん、やりたいけど今の自分の優先順位の中には入ってこない、うんうんうん、でそのお金あったらね、うん、カメラとか買った方がいいし、うんうん、多分今ものすごいお金に余裕があって、うん、もう本当に有り余ってるぜぐらいだったらめっちゃやってると思う。だからあの無料の YouTube の動画ぐらいで収まってる。あでも一時11月ぐらいは1日5時間ぐらいずっと聞いてたけど、占い前向きに生きられるきっかけになれば別にいいと思うけど、信じすぎちゃうからさ、その通りにさ、多分それが本当に当たってたか当たってないかが本当に分かる頃には占いをしたことも多分忘れてるもんね。外れたことって覚えてないけど、当たったことって覚えてるよね。都合がいいよね。言われたみたいなやつあるけど、だって去年の1年間の占いは12年に一度の大恋愛ができますだと思う。これを当たったか当たってないかと捉える、どう捉えるかっていう話。まあまあまあ、そうだね。おそらく、おそらく当たってる。けど確かにその占いに実るとは書いてなかった。ずるいわそれは。でもこっちだとしては、そうなんだ、そんな素敵な風にできるんだってと思ってたけど、違う気づき方もあったんだなと思った。なるほどねと。うまいわ、それよくできてる。やられたわ。でも当たってるね。当たってた。すごい。一生に一度と言われてないか。いい大恋愛。いい大恋愛。悲しい大恋愛も、いい大恋愛も来るわけ。そうそう。難しい。難しいっすね。必死。でまあ当たってたなとは思うよ。確かに実るなんてどこにも書いてなかった。私が引いてたら外れてる。何にもないから。悪い子。二枚目の。二枚目。もうすごい。完食。完食でございます。ごちそうさまでした。大人のランチは、いや、大人のおやつの時間でした。お疲れ。